おやすみなさい。受話器を置いてもまだあなたの声が聞こえる。はあ、小さなため息ついたら胸がキュンとする。またあなたに会える。そう思ったらドキドキして、どうしよう、今夜は眠れないわ。顔を思い出そうとしても声だけがリフレインするの。どうしちゃったの？鏡の中の私、シャワーの後の髪。いいの、今日は特別。恋する乙女のモードなの。少し低い声で、たどたどしくって。でも、可愛いねって言ってくれた。本当かな？濡れた髪かき上げて、ちょっとツンと済ましてみる。可愛いって、マニュアル通りのセリフかな？誰と比べて、どれくらい可愛いのかな？今日は特別。悩める乙女のモードなの。明日も会える。あと何時間であなたに会える？窓から差し込む白い月明かり。優しく笑ったみたいな三日月。ねえ、笑わないでよ。愛の女神が初っ端からこんなに動揺してどうするの？相変わらず微笑んでるお月様。明日は雲に隠れちゃえ。愛の女神のこの私を甘く見るなよ。明日こそ軽くあしらってみせるんだから。なーんて。嘘つきは恋の始まり。鏡の中の私、今日はちょっぴり可愛いかも。明日も会える。あなたに会える。もうすぐ会える。もう今日会える。羊が一匹、羊が二匹。どうしよう。やっぱり今夜は眠れないわ。